皆さんこんにちは。どうも生きてます。ゆえママです。いつもご視聴いただきありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録、コメントも本当に励みになっております。今回は水瓶座さんのこれから先1ヶ月の運勢をリーディングしていきます。今回もたくさんの方へ向けたリーディングとなりますので、ピンとくるメッセージは受け取っていただいて、ピンとこないメッセージはスルーしていただいて大丈夫です。それでは早速始めていきましょう。はい、それでは今回のスプレッドなんですけれども、ヘキサグラムというものを使います。そして皆様に最初にお願いがあります。このヘキサグラムというスプレッドは特定の問題や悩みに切り込んでいくのに優れたスプレッドになっているので、今一番悩んでいることとか、解決したい問題を思い浮かべてみてください。悩みがまだまとまらないよという方は動画を一時停止してもらって、決まってから動画をまた再生してご覧ください。はい、それではよろしくお願いします。はい、ここだけ伏せさせていただきます。それでは見ていきましょう。よろしくお願いします。まず過去ね、過去の部分を見ると何かにすごく執着していたっていう風に出てるんですよね。これまで努力してきた結果が現れてきて、そういった結果とかあるいは報酬に対してすごくね、喜びとか満足感を感じているよとか、それと同時にそういうものをね、こう執着が湧いてきて独り占めしたくなったりねしてくるよっていう風に出てるんですよね。何かを成功したと同時にそれに対する思いとかも強くなっていたんじゃないかなっていう風に出ております。そして言い忘れたんですけど、今回は特定のねこととか問題を解決していくのに、優れたスプレッドだよっていう風に最初にもお伝えしたんですけれども、人それぞれね、悩みっていうのは違いますから、表現をね少し大きめにしていこうと思いますので、ご自身に当てはめてぜひねご覧になってみてください。そして現在のカードを見てみると、ね、ペンタクルの2、まあ、過去の部分で何かを成功してきたよ、結果が出てきたよって来てたんだけど、現在はもしかしたらそれがさらにうまく活用できてたりねするんじゃないかなって現れてるんですよね。これは物事のバランスをうまくとっていく適応能力とかもね発揮されてくるよって来てるんですよね。後ろがすごいね荒波でねすごい大変なんだけど、そういった荒波も乗り越えていける力があるよとか、向かい風を追い風に変えられるような、そういうね力も今出てきているので、たとえ悩み事だったり問題があったとしても、しっかりと適応していけば、そう、そのピンチをチャンスに変えていけば、流れっていうのをいい方向に行くよっていうのも教えられているんですよね。そして近未来を見るとスターね、希望が待っているんですよ。やっぱり今ね頑張って踏ん張ってね乗り越えたことが、やっぱ近未来でもすごくいい状況になってくるんだよっていうのを表しているんですよね。頑張ってきたことがどんどんと実っていく、成功してくる、希望に変わってくる。今の悩みっていうのはあるかもしれないけど、それをちゃんと乗り越えた先っていうのは自分の中の経験にもなってくるかもしれないし、これから活かせるねことにもつながってくるかもしれないし、悪いことだけじゃないんだよっていうのをね伝えてくれてると思います。そしてこちらのカードがね、周りの方から見た水瓶座さんの印象だったり、特定のお相手がいるんだったらその人の気持ちっていうのが現れてるんだけど、水瓶座さんをどう思っているのかっていうと、自分の思いに素直で堂々としてて、その姿を見ることで周りの人も引きつけられたり、ね、周りの人の心をね掴んでいったりしてるんだよって来てるんだよね。何か大変な中にあったとしても、水瓶座さんの
人柄とかね、そういったもので周りの方っていうのはすごくね魅力的に感じていらっしゃると思います。それに対してね、水瓶座さん本人は自分のことをねどう思っているのかとか、自分の気持ちはどうなのかっていうのを見ると、今結構なんかこうスピーディーにやっていきたいっていう気持ちがあるんじゃないかなって出てるんですよね。勢いよくやっていきたい、悩みや問題も解決していきたい、じっくり考えるというよりはどんどん行動に起こして解決していきたいっていう気持ちがねあるんじゃないかなと思います。自分のできることがあるならどんどんしたい、そういう気持ちがね強く出てるんですよね。そしてここのカードね、これアドバイスカードなんだけど、アドバイスカードがしっかりとね対策を練る必要があるよって来てるんだよね。さっきね、本人の気持ちとしてはこう勢いよく行動力をね使って解決していきたいって来てたんだけど、だけどじっくり考えてね行動することも必要だよっていう風にアドバイスが来てますね。じっくり話し合う、とことん話し合うとかね、そう誰かとのね問題だとしたら、自分一人の悩みだったとしてもいろんな方向からねその悩みっていうのを見つめてみて、自分自身とディスカッションして、ああでもないこうでもない、これはどうかなあれはどうかなってね、いろんな方向から見ていくことでヒントや答えが見つかるかもしれないよっていう風にアドバイスが来ておりました。焦るね気持ちとかはあるのかもしれないけど、しっかり対策を練ったり一つ一つ考えながら行動していくことが重要なのかなって思うので、参考になさってみてください。それではね、この真ん中ね、はい、最終結果のカード見てみましょう。じゃん。はい、女教皇のカードが来ましたね。やっぱりねこの時期理性とか知性が試されてるよって来てるんだよね。さっきも言ったけどね、よく考えたり対策を練っていくのが大事って来てたんだけど、やっぱりそれって知性とかそういうものが必要になってくることだよね。問題をね、まあ、正面からしっかりと受け止めて考えること、時には潔くね決断することも必要だよと言われてるんだけど、諦めずに最後までやり遂げることも重要だよっていう風に来てるんだよね。そういうやり遂げる力っていうのもあるからこそ、計画をしっかり立てて行動に移していけばできるんだよって来てるんだよね。今の悩み、ね、問題、そして解決したいことについては、まず状況とかね、どうしていきたいかっていうことをしっかりと受け止めること、理解すること、そしてその上でしっかりと計画を立てたり考えたりして、解決に向かって進んでいくことが重要だよっていう風に来ておりました。ぜひね、参考になさってみてください。はい、それではね、このヘキサグラムの結果をもとに他のカードさんからももらっていきましょう。はい、それでは次、仕事運、金運、人間関係、またはね、恋愛の方でも見ていきましょう。はい、それではまずね、仕事運から見ていきましょう。まず陰茶のカードが来てるのでね、仕事についてはこの時期特に自分と見つめ合う時期だよって来てるんですよね。自分と見つめ合っていい部分も悪い部分もしっかりと受け止めて、反省点があるならそれもね含めてね見直していこうねって来てるんだよね。それが水瓶座さん自身の経験とかこれからの能力につながっていくんだよって来てるんですよね。何か仕事でうまくいかないことがあったり抱え込んでることがあるかもしれないって来てるんだけどね。だからこそこう周りにはね相談できずにね、自分自身で何がダメだったのかなとかね、
答え合わせをしてるのかもしれないんだよね。だけどその悩みだったりね、ストレスっていうのは時期に終わってくるよって来てるんだよね。うん、さっきも言ったけど、いい部分も悪い部分も認めてね、そして生かしていこうねって来てるんだよね。それができれば今の仕事の負担とかストレスっていうのがちゃんと終わってくるからねっていう風に来ておりました。そして金運の方を見ていきましょう。金運はね、ワールドのカードが来てるのですごくいいですね。うん。しかもニューライフっていうカード来ててね、まあ新生活、新しい人生とかね、新しい生活、何か新しいことがね始まっていく、そんな予感もするんだけど、ね、金運に関して何かね、新鮮なねこととか、新しくねスタートできること、そういうのがね待ってるんじゃないかなって思います。本のカードも来てたので、何か勉強してみたりね、うん、あるいはね金銭的な知識をねより活用していくことで金運アップにもつながっていくと思うんですよね。うん、でね、この月のカードが来てるので、今水亀座さんの直感がね優れているって来てるんだよね。直感とかセンスっていうのがね、すごい光ってきてるよって来てるんだよね。新しく取り入れてみた何かね方法っていうのが金運を上げていったり、この時期は本当に金運が上昇してるので、例えばお金貯めたいって思う人はすごい頑張ればたくさん貯まるかもしれないし、何か自分のためにねお金を使おうと思ったらそれもすごくいいことだと思うし、ね、何か自分への投資をしようとかね、うん、それが後々人生に生かされてくるかもしれないので、この使い道っていうのをねいろいろ考えながらやっていってみてほしいと思います。そして人間関係または恋愛で見たいよっていう方はそちらで見てくださっても大丈夫です。はいね、スターのカードが来てるのですごくね人間関係も良さそうなんですよね。うん、もう本当に理想というか、うん、輝かしい希望にあふれた人間関係とか恋愛がねできてくるんじゃないかなっていう風に出てるんだよね。うん、ねえ、そして意外と自分と、違うタイプの人と、うん、相性がいいよとかうまくいくよって来てるんだよね。そういう自分とはちょっと違うタイプの人と何かを協力してやっていけば成功する確率とか達成できる確率っていうのも上がるよっていう風にもね伝えられているんですよね。あ、そして面白いのがこっちでもスター来てますね。うん、タロットカードのスターとルノルマンカードのスター両方スターが来てるね。すっごいやっぱりいいんじゃないかな、人間関係とか恋愛、うん、進展とかもありそうだしね、すごく良好な人間関係築けていくんじゃないかな。ただなんか悩みもあるって来てるね。うん、もちろん人間関係ってさ、一人じゃないからね、そう、一対一じゃないからいろんな人いるからね、友達、会社の同僚、家族とかいろいろあるから、その中ではもちろんね悩みも一つや二つあるよって来てるんだよね。そう、まあそれがね一体どうなのかと、その悩みは一体どうなのかと、うん、脳だって、うん、何に対してかな。そうだね、人間関係恋愛に関してまあ悩みがねある人についてはポジティブ、そう、ネガティブにならずに前向きにやっていけばいいよって来てるんだよね。そう、そこまで深く考えなくていいって来てるの。うん、あのね、バランス取っていけばいいよって、うん、まあ、その嫌な人がもしいるとしたら離れればいいだけなんだけど、離れられない場合もあるよね。職場の同僚とかさ、そう、家族とかさ、うん、あとコミュニティの中のね人とか、学校のね
クラスメートとかそういった人って離れるに離れられない場合があるんだけど、あのね、受け入れなくていいよって来てるんだよね。そう、すべて受け入れなくていいよ、嫌なことは嫌でいいよって来てるんだよね。そう、もう口でははいはい言っといて、もう心ではもうガンとね無視をすること、うん、もう無視しちゃっていいよって来てるんだよね。そう、全部そう受け入れなくていい、スルーしていいんだよって来てるね。だから考えすぎないことね、人間関係で悩んでる人ね、いろいろ気になっちゃうかもしれないけどね、だけど人やっぱり相手だからね、自分と相手ってやっぱり全然違うじゃないですか、うん、だから相手に期待してしまったり、こうなってほしいとかこうしてほしいっていう願望を持つと苦しいだけなんですよね。相手に変わってほしいと思ったとしても、相手は相手の生き方があるから、相手をやっぱり変えるよりも自分の考え方を変えた方が早いんですよね。そう、もうそれは、まあ、嫌な人が例えばいたっていう話だけど、もうそれはそれで考え方がそもそも違うんだとか、ね、生きてる世界が違うんだとか、自分とは全く違う生き物なんだと思って相手にねしないようにしてみてください。はい、それではね、次のカードも見ていきましょう。はい、それではね、見ていきましょう。あのね、どっちもね同じような意味のカードが来てますね。うん、そう、変容とかね、そう、ステージアップとか、うん、さらなる高みへ、今こそね、そう、向かっていこうっていう風に来てるんだよね。うん、そう、今こそね変化の時期だよって、これまでの経験とかね、そういうものを生かして変わっていけるんだよって来てるんだよね。うん、本当にこれまでね、いろんなことがあったかもしれないけど、それは確実に水亀座さんの経験とかスキルとかね、これから先支えになっていくものになってるんだよって、たくさんそういったね力っていうものをつけてきたからこそ変わっていける、そういう時期なんだよって来てるんだよね。ここでとどまるようなね存在じゃないよあなたはって言われてるんだよね。うん、もっともっと高みを目指せるって、そう、すごいね前向きなねメッセージをねくれてると思います。自分をね信じて変化を恐れずにね前進していってほしいと思います。はい、それじゃあね、先にねラッキーカラーをね出していきましょう。ジャンピンググレー。はい、グレーはね、そう、体をスキャンする方法を学ぶ、まあ、ちょっと面白いんだけど、まあ、コピー機とかをね思い浮かべていただければいいかなと思うんだけどね、こうコピーするときってなんか目視では確認できないようなさ、細部までね写してくれるよね、スキャンね、そう、スキャンしてくれるよね、うん、そういう感じで、このグレーっていうのは水亀座さんにいろいろな情報を与えてくれるんですよ。そう、何か困難なことがあってもね、そのいろんな情報を元にしっかり紐解いていけば、乗り越えていくことも成功することとかもねきっとできていくと思うんだよね。だからね、この時期ね、ぜひこのグレーね、灰色とかそういったものをね、ぜひラッキーカラーとして取り入れてみてください。はい、はい、それでは星座オラクルカードさんから2枚ねもらっていきましょう。はい、それではこちらね、新しく購入した天体のカードさんです。だけどね、ちょっとね、あの、はだけてるね、イラストもあって、全部見せられないので、もしそのカードが出てきたらね、隠しながらね、出していこうと思います。はい、いきます。はい、大丈夫でした。はい。まずは、やっぱり、カラス座だね。うん。この時期、まあ特にね、噂話とか
そう、根も葉もない噂とかね、他人の、情報、SNS もそうかもしれないんだけど、ね、あとは悪口とか陰口、そういうものに、そういうものを真に受けないようにしましょうって来てるんだよね。そう。そういうものを、こう、本当に真に受けて引きずってしまう。その可能性があるよって来てるから、さっきも人間関係の方で出てたんだけど、悩みがあるとかね、問題があるとか、それに繋がってくるかもしれないけど、悪い情報とかはね、今落ち込みやすいなら聞かないようにするとか、悪口とか陰口とかもね、それが本当に信憑性のあるものかもわからないから、真に受けないことが重要になってくるんだよね。自分で見て聞いたこと、そういうことで物事っていうのをね、理解していこうねっていう風に来ております。そして、よいしょ、お羊座、このカードはもう本当にシンプルにね、今必要なのは、ね、何かを、ね、行動していくための勇気とチャレンジ精神なんだよって教えてくれてるんだよね。さっきもあったけど、今変化の時期だよ、高みを目指す時だよって来てるんだけど、まあ同じようなことなんだよね。何かをやっぱり目指していくためには、勇気とか自信とか向上心とかね、前向きなチャレンジ精神っていうものが大事になってくるので、そしてそれが今なら叶いやすくね、なってると思うので、何かやりたいことがあるならどんどんね、チャレンジしていってほしいと思います。そしてね、こちら、マーキュリーのカードね、水星のカードさんが来てくれたんだよね。で、このカードが出る時っていうのは、焦っていませんかってね、言われてる時なんだよね。何かを早急にね、対応していかなきゃいけないとかね、スピーディーにね、やっていかなきゃいけないっていう焦りが出ている時に出るカードなんだよって伝えられてるんだよね。ヘキサグラムの方でも出てたんだけど、本人の気持ちっていうところでね、勢いよくとかスピーディーに解決したいっていうのが出てたんだけど、こっちでもやっぱり同じようなことをね、教えてくれてて、そういう気持ちがあるのかもしれないんだけど、だけどね、焦っちゃダメだよってね、言われてるんだよね。そう、マーキュリーって知性とか技術とかそういったものをね、司る星なので、やっぱりね、ちょいちょい出てきてはいるんだけど、勢いでこの時期は乗り越えていこうとするんじゃなくて、しっかりと考えたりね、これまでの経験を生かしたり、そういったことで行動していくことが重要だよっていう風にね、教えてくれてるんだけどね。今の時期は悩みとかね、そういうものがあったとしても、カードさん自体はいいカードもたくさん出てきてるから、上昇傾向にあるんだよね。だから冷静にね、焦らずやっていきましょう。はい、それでは水瓶座さんのリーディング以上になります。今回はね、ヘキサグラムというね、スプレッドを使ってみました。最終結果でもね、出てた通り、それから一番最後のね、カードとかにも同じようなね、こと言われてたんだけど、頭を使ってとかね、知識、知性で乗り越えていこうねっていう風に言われてるので、ぜひね、参考になさってみてください。はい、それではね、また次回もお会いしましょう。何かピンとくるメッセージなどありましたら、グッドボタン、チャンネル登録で応援よろしくお願いします。ありがとうございました。またねー。最後までご視聴いただきありがとうございます。私、ゆえママはココナラというサイトで個人鑑定もしておりますので、興味のある方は概要欄をご覧ください。それではまた次回。バイバーイ。